全ては偶然だ。だがその偶然はあらかじめ決められていた世界の意志でもあった。俺はイカれてなどいない。至って正常だ。ここでは真実を語っているんであって、断じて中二病の妄想なんかじゃない。きっかけはほんの些細なことだとしても、それが未来の大きな流れを決定づけてしまうこともある。バタフライ効果という言葉を知っているか。知らないなら調べるのだ。それぐらいの慎重さが求められているのだということを理解しろ。残念ながら俺は慎重じゃなかった。自分の愚かさを分かっていたら、あいつを失うことになんてならなかった。未来をこんな形にしてしまうなんてこともなかった。人類全ての運命を決定づけるような重大なターニングポイントのスイッチが握られているなんていうことは分かるはずがないんだ。考えてもみるがいい。普段の人間の知覚は 99% が遮断されている。人は自分で思っている以上に愚鈍な生き物なんだよ。普段の生活の中に埋もれている何気ないことなど気にも留めないし、知覚したとしてもすぐに忘れるか、脳が処理をしないかのどちらかなんだ。うかつなことをするなと、軽率なことをするなと、見て見ぬふりをするなと、もっと注意を払えと。いつでもお前を陥れようと手ぐすね引いているのだと。宇宙に始まりはあるが、終わりはない。無限。星にもまた始まりはあるが、自らの力を持って滅びゆく。有限。英知を持つ者こそ最も愚かであると歴史からも読み取れる。海に生ける魚は陸の世界を知らない。彼らが英知を持てば、それもまた滅びゆく。人間が光の速さを超えるのは、魚たちが陸で生活を始めるよりも滑稽。これは抗える者たちに対する神からの最後通告とも言える。言ってるの？オカリン、ねえってば。誰かと電話中？いや、こちらの話だ。問題ない。これより会場に潜入する。ああ、ドクター中鉢は抜け駆けをした。たっぷりとその考えについて聞かせてもらうつもりさ。何？機関が動き出しているだと？そうか、それがシュタインズゲートの選択か。エル・プサイ・コングルフ。Thank you.
さっき携帯で誰と話してたの？聞くな。それがマユリのためでもある。そうなんだ。オカリン、ありがとう。マユリよ、いつも言っているだろう。俺のことをオカリンと呼ぶなと。でも昔からそう呼んでたよ。それは昔の話だ。今の俺は鳳凰院教魔。世界中の秘密組織から狙われる狂気のマッドサイエンティストだ。だって難しくて覚えられないし。それに岡部凛太郎と一文字も合ってないよ。おかしいね。教えてほしいんだけど。これからここで何が始まるの？お前はそれも知らずここまで俺についてきたというのか。うん。これからここで始まるのはドクター中鉢の記者会見だ。記者会見？でも記者さんなんて見当たらない気がするよ。あるいは機関による何らかの妨害を受けたのかもしれないな。巻き込まれるのは勘弁だがな。それを言うならエリマキトカゲだね。
マユリ、気をつけろ。おそらくこの記者会見、何らかの事件が起き。震度 2？ あ、マグニチュード 2？ 震度とマグニチュードってどう違うんだっけ？なんだこれは。予定通り始めますので、もうしばらくお待ちください。これは匂う、陰謀の匂いだ。何を隠したいんだ。マユリ、何をしている？あのね、ウーパが欲しいなって。やればいい。でもね、マユシーは今100円玉を切らしちゃっているのです。だからオカリン、オカリン、100円貸して。黙ったれるな、マユリ。金若さん、俺がお前に人生の厳しさを教えてやる。メタル、メタルウーパー。それはレアなのか？すごく。うん。ではマユリにくれてやろう。
リン。ほうほういん、今日まだ。ありがとう、カリン。本日はドクター中鉢によるタイムマシン発明成功記念会見にお集まりいただき誠にありがとうございます。どうやら始まるようだな。行くぞ、マユリ。うん、待って待って、名前書かなくちゃ。それでは早速登場していただきましょう。発明家ドクター中鉢さんです。皆さん盛大な拍手でお迎えください。ドクター中鉢だ。どうぞよろしく。それではここに集まってもらった諸君だけに、人類史に残る世紀の大発明タイムマシンについての理論をお教えしよう。ドクター、バカにするにも程があるぞ。なんだね君は。俺が誰なのかはどうでもいい。それより今あなたが語ったタイムマシンの理論は一体何だ。ジョン・タイターのパクリではないか。あなたはそれでも発明家か。誰かその男をつまみ出せ。出ていくのはあなただドクター。恥を知れ、この人材、あなたには発明家を名乗る資格はないぞ。うるさい、黙れ、生意気な若造め。お、ちょっと来てくれませんか。貴様、機関の人間か。は？ふざけてないで、ちょっと来てください。ここで俺に何かすれば人目につくぞ。そうなれば貴様もいろいろまずいだろう。何かって何ですか、人聞きの悪い。私はあなたに聞きたいことがあるだけです。それに答える義理はない。
機関のやり方は分かっている。だから機関って、俺だ、機関のエージェントに捕まった。ああ、マキセ・クリスだ。あの女には気をつけろ。いや、問題ない。ここはなんとか切り抜け。何をする？あれ？この携帯、電源切れてる。誰と話していたんですか？貴様に答える義理はないが、一応教えてやろう。それは俺以外が触ると自動的に電源がオフになる特別製の携帯なのだ。うわっは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 。そう、独り言だったのね。さっき私に何を言おうとしたんですか？さっきとはいつのことだ？ほんの15分くらい前、会見が始まる前に。私に何か言おうとしましたよね。すごく悲しそうな顔をして。まるで今にも泣き出しそうで、それにすごく辛そうでした。どうして？私、前にあなたと会ったことありますか？なんで私の名前知ってるんです？俺は全てお見通しなのだ。天才少女、次会う時は敵同士だな。は？さらばだ！うわっ！あれほどのエージェントを送り込んでくるとは、ついに本気になったようだな。だが、俺はまだ奴らに捕まるわけにはいかんのだ。ん？メールか？
なぜ出ない？いなくなった？勝手に動き出したのか？それは実にファンタジーだな。落としたみたい。見つからないなら諦めろ。また当てればいい。当たりっこないよ。だってね、メタルウーパはネットオークションで1万円近いプレミアがついてるんだよ。な、に、マユリよ、一体どこで落としたのだ？わかんないから探してるんだよ。あと、見つけても売らないからね。その1万円、この俺の研究資金にしてやる。だから売らないってば。マユシーの名前書いちゃったし。トゥットゥルー、ウーパさん、ウーパさん、出ておいで。俺、金にしか興味のない下劣な奴め、恥を知れ。オカリンもね。悲鳴かな。マユリ、ここにいろ。Thank you.
なんで
消えた。おい、そこの貴様、俺たちが見えているか。なぜ何も答えない。貴様に聞いているんだぞ。モニターのそっち側にいる貴様にだ。ふっ、間抜け面をしようってつまらんやつだ。貴様からだと俺たちはテレビのモニターの中にいるように見えるだろうな。だがそれは大きな間違いだ。
モニターの中にいるのは貴様なのだよ。貴様が現実だと思っているその世界は実は全て虚構。もちろん貴様自身もな。真の現実、それはこちら側にある。自分が何を指摘されているのかすら分かっていないか。無理もない。まあいい、貴様には分かりやすく俺たちのことについて説明してやろうではないか。まず俺たちがいるのはどこかということだ。ここは東京秋葉原にある未来ガジェット研究所だ。俺たちは普段ラボと呼んでいる。世界の支配構造を作り変えるという我が野望の拠点だな。そうなんだ。悪いことしちゃダメなんだよ、オカリン。マユリは少し黙っていろ。駅から出たら中央通りを進み、末広町駅の交差点を蔵前橋通りへ左折。次の信号の一歩手前の路地を入ると、大檜山ビルという古臭い雑居ビルがある。その2階に、我がラボは今日構えている。目印は、ビル1階にあるブラウン管工房という、マニアックなテナントだな。